フランケンシュタイン、マスター、人間たちはここまで進化したのか。お前の封印を解くことを許可する。汝が主、カディス・エトラマでライジェルの名のもとに命じる。目の前の敵を抹殺しろ。それが噂に聞く無我の境地というやつか。で、そのチンケなオーラで何を見せてくれるというのかな。ほら、呼んでごらん、助けを。ジュリはそうしたよ。僕に初めての血を捧げている間、遥か遥かと涙ながらにね。あれは傑作だった。何を。愛しい人の名前を呼んでごらん。ああ、よかった、あいつドジだから。って俺がこんな風に言うからすぐ喧嘩になるんだよな。でも一生懸命探してた。え、ああ、大切な友達だから。でもいざあいつの前になると。その目的が別次元からの侵略を防ぐためだろうが、別次元への進化だろうが知ったことではない。この世界から人間を消し去るようなプランを許容するわけにはいかないのでね。でもさくらちゃんは大丈夫。こんなことになる前に俺がきっと救い出す。造剣が欲しいのは聖杯だけだ。俺がそれを勝ち取ればさくらちゃんを解放すると、あいつはそう約束した。聖杯ですって。ああ、心配ないよ。俺のサーバントは最強なんだ。誰にも負けるはずはない。今度こそ止める。動けない。下手に近づけばキラーパスが飛び出す。かといって距離を取ればドリブルで切り込まれる。すごい殺気だ。平地の民が勝手に入ってきた場合、両目をえぐって滝に落とす。ね、だがお前たちは我らの王に会いに来た。会いに来た理由によってどうするか決める。達也君、今日我々は君を戦略級魔法師大黒龍也特異として呼び出したのではなく、我々の友人芝達也君として招いたのだ。あまり遠慮されると我々の方が困ってしまう。失礼します。ん、どうした。一発芸します。は、ここはどこ。ん、非常口。ここはどこ。安全地帯。鬼の副長ゾーン、ここまで。なんだって。2週間後じゃ。あ、いや、わかった、すぐに行く。大変なんです、破水したって。ん、生まれるんですよ、子供が。待ってろよ、すぐ行くからな。話はまた改めて。今行くぞ。金庫からオーナーの指示書が出てきて、自分に何かあったら全てを君に任せると書いてあったそうじゃないか。君はワンオーナーの愛人なんだろ。それとも隠し子。やはり紅少尉は偵察任務を放棄し大将を殺そうとした。命令違反とは残念だよ。ああ、急いでくれ。元世界の支配者様を待たせちゃいけない。教え子に言われるとは参ったな。先生は頼りがいのあるれっきとした大人ですよ。なんてな。お前が不自由しないよう支えてやるから、一緒に楽しくやっていこう。やはり孫心君、君もでしたか。ではゲームを始めましょうか。え、カードをおとなしく渡した方が身のためですよ。はい、喜んで。焼き鳥の取りやすアットマーク借金絶賛踏み倒し中です。 FX のない世界へ。ありゃした、僕ドザエモン。生けるドザエモンな日々から生還してみたいなと。とりあえずナーナさん、アメちゃんください。5個。おお、早いじゃねえか。どれどれ。うわ、おいおいおい、あんじゃなんで坊主なんじゃ。え、坊主にするってパンチパーマだろうか。おい、ちょっと AB 像見えるわけねえよな。てめえの頭ギャグも入れしてるな。俺は
近藤勇の男らしい正面突破の剣術しか知らん。だからこの戦い方で中堅に励む。もちろん主は常に皆を見てきた。家臣の話も楽しそうにしている。主はここに集う刀剣男子全員のことを思ってくだされ。借りを返してこい、大和の神。我が一条寺家は平安の時代からの由緒ある歌の家系だ。明治維新で途絶えていた伝統が今蘇るわけだ。歌に励みなさい、一条寺家のために。期待しているぞ、テイカ。鬼門寺その程度か、イルマ。やはりあなたはディアボロですらない。あなたは弱者の肉を貪るだけの魂なき重畜です。どうせこれまで自分より弱い異能力者としか戦ってこなかったのでしょう。お前の魔法でヒビが入っていなければ俺もあの壁は破れなかっただろう。え？お前は最後までよく戦った。堂々と胸を張って城に戻れ、グレイシア。どんなことがあろうと雪の国の王子は俺たち三人だ。それもそうだけどね、サーにはメディアと違うもう一つの顔がある。君が門前払いされたくないのなら、これからサーと会って話し終わるまでに必ず一回サーを笑わせるんだ。どこを見ているんです？奇獣師ケイン、ここに参上です。こっちですよ。ありがとうございました。君の実力は分かりました。待っとくれ、セクトリー。これ以上続けても時間の無駄です。私には親方の果たせなかった夢、横綱になるという託された責務がありますので。遠隔操作によるロボットも使えない。内部ではあらゆる通信手段が遮断されてしまうという噂もある。子供だ、舌触りが良さそうだ。ありえないんですけど。お前のナーゼを耳からジェルリと吸ってやるぞ。高校時代からの腐れ縁、俺の唯一の友人である影山が男に恋をした。奴が久我を目にした時からそういう予感はあった。うん、しばらくうちに泊まってもらおう。大丈夫だった。なんでなんで、おかしいよね。親戚の子が頼ってきてるんだ、当然だろ。その親戚って誰？その家に何があったの？落ち着けよ、オタ。こっちから変な詮索はしてあげるな。お前は弱くなどない。お前の中に大きな力が眠っているのを感じる。それこそがお前の持つ本来の姿だ。少しの間それを解放した。言っただろ、お前は弱くない。その手で救えるものがあるはず。